代表の主義主張はですね、全く同じような社民党ですね、ごめんなさい、社民党の本来の意見というのは全くこれと同じようなものでですね、高速道路の無料化というものはその環境を悪化させるというような、ことだったかと思います。しかし私に言わせればですね、その高速道路がこれまで、有料化を続けていって莫大なその利権なり何なりその収益を上げていたがゆえに、逆に本来作らなくてもいいような高速道路をどん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 作ってきたんだと、そのような背景がある以上ですね、むしろ有料化こそがですね、日本の自然を壊してきたんだろう、このような思いを強くしています。また一方でですね、高速道路を通ろうが、または一般道を通ろうが、車、同じ車がですね、その A 地点から B 地点に移動するにおいてはですね、高速道路を通ればその CO2 が発生すると。で、一般道を通れば CO2 が発生しないかといったら、決してそんなことはないわけですよね。ですから、その同じその車が A 地点から B 地点に移動するにあたってですね、どちらの方が1台あたりですよ、あくまでも1台あたりのその CO2 の排出量ということを考えているならば、それは当然そのスムーズにその通行というものをできるような、そのような環境、まさにその高速道路というですね、ノンストップの道路を通ってもらった方が、よりその排出量は少なく、形で、通っていただけるだろうと、このように思うわけであります。ですから、私はですね、その環境を重視するという人がですね、その根本的にはその車社会に対して反対なんだという、まあ、それはそれで一理その尊重すべきことだとは思いますが、それに対してですね、やはりそれは別の次元のところの話であって、高速道路の建設に関してはそれはその建設当時からのやはりその先ほど言ったような